ちょっと全く犬関係ないんですけど、知り合いの家にですねイノシシが出没するということで、ちょっと来ました。早速ねここのお宅に今足を踏み入れたんですが、すでに1匹、軒先庭でねウリボちゃん寝てましたんで、ちょっと撮影してみたいと思います。あいや赤ちゃんを、水を飲ますのに、ここでは猫とイノシシがどうも共存しているようですね。まだこのぐらいしかおらんからいいな。あそこに1匹いましたね、ウリボちゃんが。はい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 、シャイですね。ウリボーと猫が共存しております。あんまり出るのにね。あら、まだちっちゃいですね。はぐれたんかな。以上、現場からお伝えしました。